は。似顔絵スクール星の子の主任講師小川原智子です。マスターコースを始めます。星の子の可愛い似顔絵をポジション式で一緒に勉強していきましょう。これあくまでも、教えやすいからそうしてるだけで、今影を先に塗ってますけど、影を後にする人もいます。もちろん私薄いから塗って影塗るのかと思ったので、どっちでも新鮮です。どっちでもいいです。濃いのから塗った方がパキッとするんだよね。濃いのは先にがっつり定着するのでパッキリして、薄いのかけた後に塗るとちょっとにじむというか、ちょっとかすかににじむ感じがあって、それもまたいいんですけど、一応何でも自分がスタイルを作ればそれでいいんだけど、その前に教えるのは一応これでやっていいよっていうのを教えておくので、その後、自分はやっぱり後から塗った方がいいって、またもう全然変えちゃって、その代わりに自分はこうやるっていうのを作ってくれればいいんだしようと思って、次描くときはもうちょっと顔小さく描いて、この辺で描くっていう意識、顔を入れてバストアップって感じで描いてみてください。まだ手始めなので、ここにまた3分でペン入れていきましょう。ペン入れるときに今描いた下書きを見ながら、これより目の位置下だなとか、それで違うところに今描いた下書きと違うところにペン入れていってもいいです。で
玉の色もある程度光とかは塗っちゃダメだけど、瞳孔とか自分はこれから黒くするであろうところはこの時点で全部黒くしてください。という感じでちょっと間あの喋ったりしたんで塗って今のは、そうそうそう、ここもよく見たね、最終的には。そうね。もう最初なかったね。もう今これ歩くよね。立ち上がったりしてるから。男ね。で下向いてたらさ、あここで結んで下向いてんだなとかわかるよね。そうなの。まあそれで、まあね、2枚目いきますね。また次の紙にしちゃってください。今のどこまでいきます。今のところの注意としては、メガネは一発で描いちゃっていいメガネだと思います。あの例えば色がもうちょっと何ていうのかな、薄くてピンクとかだったらあのこのタイプでこの描き方で描いてください。薄いピンクのメガネとかしてる人いるじゃない。だから後で塗らなくちゃいけないから薄いピンクをこの描き方なんだけど、そうじゃない、もうこの人の色だったらもう黒なので、これでもうこの時点で終わらせちゃっておいてくれ。あの外枠と内枠描かないのね。それでじゃあ行きます。また下書きに行く。で肩まで描いてね、っていうかバストアップの絵を描くと思って描いてね。ちょっと失敗しがちなところは線の中で、こっちの線は綺麗、この辺がね、この辺これ下げるの簡単なの、ね、でこっち上げていくか下げるかなんだけど、まあ、自分でやりやすいことで考える。私は時によって男の人だったりするともうこのままいっちゃう時もあるけど、女の人で細い線で描いてる時はこっちで合わせていくことが多いからな。で皆さんその辺は線は綺麗なので大丈夫です。でシワと、エクボの違いっていうのがあるんだけど、この人はエクボがあるとみなすんですね。あのまあシワとエクボだとエクボはね自分のチャームポイントだと大体は思っているので、顔があってこうなってて口があって、こうやるとシワになっちゃう、向きでいるとこうやるとシワになっちゃうんですけど、軽く。大げさに言うとこのくらい、これこけてる感じなんで、もっと小さくて、ちょっとこのくらいとかはエクボとしてポイントとしてつけてもいいんだと思います。あとさっき言ってたほくろ問題なんだけど、ちょうど今言っちゃう、ほくろはあの
人がこの僕があって自分はチャームポイントだと思ってる人は入れます。どこで分かるか、それは勘です。勘プラスなんていうのかな、自分で言う人もいるので、これ入れてくださいっていう人もいるし、入れないでくださいっていう人もいます。だからどっちもありなんだよね。でも私はあの入れるんだけど、口周りの特に鼻と口の間のほくろはすごい気をつけます。ほぼあのもうペンでは書かないですね。ペンでは書かないで、さっき言ったこう気持ち的にはエクボぐらいの気持ちで、あのなんだっけ、ちょっと影の色でちょっとやっておくぐらいが多いです。女子の場合はね、男の人でがっつりやったりしてっていう場合はまたちょっと違うんだけど、その感じで、この辺りは結構入れること多いです。これ可愛いと思ってますから、あの本人はなんていうか、なんか南の南野陽子さんとか、ちょっとこの辺は女子可愛いと思ってます。それでこの目の下のこの辺りもちょっと可愛いと思ってるところ、泣きにしもあらず、昔は泣きぼくろって言ったんですけれども、この辺はでも微妙、この辺のちょうどいいところにある色っぽいは入れる。だから大阪の海みたいな、あ、この辺どこだったっけ、この辺もあのいいと思ってるなと感じれば入れるけど、でもあの無難なのはちょっと入れとく。不安な時はちょっと入れとく。そこで似せさせることもないので、別にここはほくろあるなしで絶対この人っていう認識が変わるっていう人は入れなくちゃいけないかもしれないけど、そういう人はもう稀なので、本当にど真ん中のここに大きいのがあるとか、そしたらもうトレードマークなので、トレードマークは入れるけど、ほくろって意外に人が自分はここにほくろがあるんですとそんなに思ってないのね。だからまあ気にしないで大丈夫ですっていう感じですね。で今うまく描けてて、もう一枚描きましょう。ペンこう鳴らすためにね、今だいぶ慣れてきてますね。じゃあどうぞ。入れる人はもう入れちゃった方がいいんです。最後に名前入れようとか思ってないんで、もうペンで入れると決めてる人は今入れます。でもペンで入れない、例えばなんですけど、これペンで入れてるじゃないですか。ペンで入れるんだったらもう今の時点でここまで入れちゃいます。あの時々全部こう塗り終わってからまた新たに名前だけ書くとか、ペンを持ってとかすると遅くなっちゃいますね。だからペンでやるべきところはやっとく。そういうわけで、あの一番黒くする目の瞳孔とか入れるはもうこの時点で終わらせてください。最後に全部色塗り終わって目の瞳孔だけ最後に入れるとかはまた持ち帰るので遅くなっちゃいますね。それでだいぶいいです。あのいるかにないかとかだけちょっとだけチェックすると、ここが大きいですね。もしこれを小さくすればいい感じ。この人はおでこが狭いんですよ、かなり。からおでこが狭いのが出てて、ただしこのここが大きい感じですね。でこの人は目が小さめなんですよね。長くない、もっと短い。特にこっちの目が長くなってるので、短くすると、これ短くするとだいぶ似るんですよ。それだけで、これだけで全然違う。あのパーツの大きさ、これはあのなんか大阪のあの人に似てる。大阪の維新の会の仕事ちょっと似てる。これは今おでこちょっと広いかな。もうちょっと短くしてと、もうちょっと丸みをつけてもいいのかもしれない。ここが結構張ってる。ここが結構張ってるので、あの その近くにある面は一段と小さく見えるっていうこともある。ここもちょっと張らせてあげて丸みをつける。どうだかもうちょっと短くていい感じ。